こんにちは、カイチです、今日もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで激戦が、いきなり高台の3人が食べられちゃった。ルビーが2体、ゴーストも2体。いやー、やばい、これはもう下がるしかないな。下がるしかないよね。勇敢すぎる、本当に。壁際はね、勇敢。ちょっとね、これ本当にこれ強すぎるんだよな。本当バリスタじゃないと厳しいですよ。よしよし、出たい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 。大工が金槌を取られてしまった。まあ、準備万端ですから、もう壊される前提ですからね。よし、ゴー。バリスタと違うのはこういうちっちゃいのに対応しやすいですよね。よし、いけ。2体きついな。2体はきついが、やるしかない。行こう行こう行こう。撃て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 。騎士さん、君はやればできることでしょ。おおおお、おらおらおらら。逃げて逃げて。そうか、じゃあこれを。あーあーあーあああ、戻ろうとするなんて。何をしようとしてるんだ君は。あー、仲間が4コインが取られる。よし、行け行け行け。とりあえず一体、とりあえず一体、とりあえず一体は倒そう。よしよし、よかった。もう一丁、よーし、この野郎、この野郎。よし、あ、大工まだいる。よしよしよし、君も帰るな。暖かい暖炉の元へ行くんだ。あ、大丈夫かい。来いんだよ。はい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 。いやー、なんてことだ。戦なんてするもんじゃない。すっからかんじゃないか。さすがに来ないよね。でも前来たもんな。これ夜じゃないのか。ああ、そういうことね。はいはいはい。ということで、左側はポータル破壊しましたんで、今からは船作りかな。船作りをメインにしていこうかな。よし、左端到着。さあ、大工さんはいつ到着するかな。ちなみにちょっとしたテクニックとしては、これ建設中でも使えちゃうんですよね。知ってました？完成を待たなくていいんですよ。使えちゃうんですよ。ほらっていうね、プレイヤーさんにちょっとした情報でした。あの、自分も多分西行こうかなんかでこうタップしちゃったんですよね。そうしたら、あれ使えるじゃんみたいな、そういう発見があります。まあ、そういうね、強化するための像がなくてもここまでいけるんだぞっていうところを見せていきましょうよ。皆さん、クマだってやればできるんだぞっていうね。これでどうだ。あれ、あ、終わったっそうですね。あとはもう大工さんがやってくれれば、バシャーンと入水できますよ。よし。結構もうお金の使い道すらなくなってきちゃいましたね。
また本当に雇って弓を飼うぐらいしかやることなくなってきましたね。ジャイアンツすごいな。おお、こっちも終了。なんか作戦通りですね。到着時にはもう綺麗さっぱりになってる。はい、よし、戦闘馬です。ついに乗る時が来ました。光りました。この鋭い眼光ですよ。これは一体何なんでしょうか。お、点滅しています。点滅しています。キュイーン。そうしたらですね、狩人が光りました。はい。これ実は、もう結構光るんです。この、頻繁に。ほかっとくと、ギギギギと溜まって、キラーンみたいな、まあ、キラーンって光るタイミング結構牧草食べた後が多いんですけど、この感じですね。止まってスタートすると光るのかな。でそうすると何が起こるかっていうと、騎士専用なんですけど、騎士が無敵になるんですよ。でまあ騎士は普段はマックス6コイン食べて防御力が上がるんですけど、まあ、敵から攻撃を受けるとコインが減って、で、まあ、鎧取られちゃうかもしれないと。でも、この馬がいると、まあ、無敵だよっていう話ですね。だから、結構ずっと光るんですけど、あんまり、こう、正しく機能するときは少ないです。でなんでその今回は特にあのこの馬が使えないかっていうと、まあ、それは結構この島に来てからの動画で言ったかなと思うんですけど、それはなんでかっていうと、一つ前の島であれがあったと思うんですよ。あの騎士像ですね。騎士がこうジャンプ切りできるようになる像、あれと組み合わせると最高なんですね。まあ、なくてもいいんですけど、あのジャンプ切りってそのこの壁際からシャゲーンっていくんですけど、ここに行った時点でなんか相手からの攻撃食らってあの鎧剥がされちゃう時が結構あるんですよね。だからそういう時にこの無敵ちゃんがそのバックアップしてあげると無敵になれる、まあ、コンビとして最高になるってことです。さあ久しぶりのバトル、まあ、人数はもうちょっといてもいいですよね。余裕ですね。結構この島でやることもなくなってきたので、行きますか。行っちゃいましょうか。でも早い方が被害も少ないんでね。あれ何正体いるんだ。正体かな。じゃあちょっとここだけしっかり準備していきますわ。この拠点で多分右側に2正体作れるはずなんで、マックス3正体でちゃんと準備します。毎回爪が甘いんでね、この眼差しですよ。任せなっていう。一応左も3正体乗せたいから。おい君、騎士になるかい。そんなパンばっかり食べてないで騎士になるのもかっこいいぞ。
おお、来た来た。はいはい。正体到着したから、いってらっしゃい。お腹すいてるし、はい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 、エネルギー補充ね。さあ、まあ3正体はいらないかな。さあどうなるかな。はい、お疲れさん。はい、ということで今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。